はい、2021年5月29日ドラクエウォーク、一番今気になるのって今後のメガモの予定だと思うんですよ。これスケジュール見てても別になんかね、何日に何が出るとかなんか予告があるわけじゃないですか。一応バズまでは分かっとって、まあその後の想像じゃないけど、まあおそらくカーゴンは出てくるんじゃねえか、できればシドまで出てほしいよなーっていうような妄想なんですけど、じゃあそこら辺はどうなるかと、まあ、前置きがいいなってことで、まあそこら辺を見ていきましょうということで、これツイッターのなんですけど、これ演出の仕方がうまいよなっていうのが、これじーっと見てくださいじーっと、ここにハーゴンいますかね。ちょっと待ってくださいよ。これさ、ちゃんとこらえて見てないとさ、演出の仕方うまいよなと思って。踊るかな、うまく。さっきのさ、画面のとこ、ちょっと待ってくださいよ。あれ、うまくいけんかった。もうちょい行くか。ちょっと待ってくださいよ。冒険の旅に出かけよう。よさあ、歩きだ。うまく止めれた。うまいよな、これ。で、紫なんかな、緑がいいんですけど。手は青いけど、どうなんだろう、これ。これだけじゃわからんよな。細かく見んとわからんよな、あれ。レベルいくつなんだろう、これ。ハーゴンはとりあえずメガモンデールでよかったということで、もうちょい見ていきましょうということで。勇者たちよ、ドラクエ1、2、イベント開催。これで思いっきりさ、ちょっと、シドおるからさ、ちょっともう一回いきましょうか。まあ、シドほぼ確定ってことだよね。よかったよね、とりあえずは。いや、自分がほっとしたんですよ。ハーゴンで終わっちゃったらどうしよう。エスター君の時もなんかだったし、とかって。ということで、まあ戻りましょうかということで、まあ、これが言いたかっただけなんですよ、要は。いや、個人的に良かったよなって。最悪は、ね、シドまで出るから、ハーゴンかシド、どっちかはまあ緑の心でしょうって。いや、要は回復用の心が欲しいから。そうするとこれ、このガチャじゃないですけど、今後のさ、これ、とりあえずこれは来てますが、ルビツは。回復の心来るってことは、なんか回復の、ガチャじゃないけど、そこら辺が来ても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 って思いませんもん。だって今のラインナップで言うと、こんな感じで、ルビスがあって、それから竜王があって、で、復刻のロトと竜王があって、で、常設のハグレメタル、それからまあ一応常設言っておきますわ、SP があってってことだから、まあ大体その心じゃないけど、ある程度ね、合わせたのが武器が来てますよね、とりあえずのところは。まあ、デインアップの心も何らかの来るんじゃないかっていうのは想像できますし、今後に関して。そうすると、回復の心がどっちかで来る。まあ、来るでしょう。シドウとアーゴン、どっちか。で、魔法系もなんかあれでしょう。一発来るでしょう。そうすると、杖じゃないけど、なんか一本。まあ、魔法攻撃用かなんか。それから、デインはもうあれか。ルビスがあるで、なんかあれかな。魔法になるかな。そこら辺被るのはどうかわからんすけど。で、回復も来るのはなんか回復ね、来てもいいかなっていうと、ベホマラがあると、どうなってくるかなって。それの上位互換じゃないけど、なんかプラスアルファで負荷がつくのか。そこら辺がどうなんかなっていうのが、そこまですごいインフレさせるのか。っていうより何より、まあ一番は、とりあえずシドンまで出るで私ほっとしまして、一応二つ出るからまあ最悪じゃないけど、どっちか緑の心来るだろうと。ただそんだけでの、自己満でございます。でも見せ方があれうまいですよね、本当にね。ね。このゲーム内の告知でさ、前もありましたが、ツイッターとかで告知してゲーム内とかで全くここら辺案内せず、別にこれリンクぐらい貼ってあげてもいいかなと思うんですけどね。ゲーム内だけで追っかけとったり、そんなになにツイッターとかでね、情報を追っかけたりってしとる人じゃないと、なかなか気づかん部分あるんじゃないかと思いますよね。またぎじゃないけど、人から教えてもらわんと。まあまあ、リンクぐらい私あってもいいかなと思うんですよね。まあ、気になるから追っかけてましたけど、情報的には。うん。とりあえずほっとしたということで、まあ、そんな感じでございます。忙しくなりますね、これからね。これで、いや、緑の心どっちか来ると思うんですけど、緑の心はでも確定だけど、これ、シドとアーゴンでどっちかがあれかな、魔法になるんかな。それか、漢字の方の竜王みたいになんか、ブレスじゃないけど、なんか、他の物理攻撃とか魔法攻撃じゃないけど、何らかのなんかあれかな。火力スキルじゃないけど、そういうのが来るんですかね。まあ想像だけで言っとってもわからんすけど。まあでも本当なんか見せ方がうまいというか、チラ見せというか、うまいっちゃうまいよな、本当にな。まあとりあえずそんな感じでございますということで、まあほっとしましたね、なんとかね。あとは緑の心でございますね。で、武器が何が来るかですね。杖かなんか来るんだったら、ベホマラプラスなんかあって、またちょっとあれかな、少しずつ緩やかにちょっとあれかな、セーフ関連をインフレさせるじゃないけどっていうふうに来るんですかね。
完全なれだね、回復魔力を増やすというよりは何らかのプラスアルファの要素が来るんじゃないかなってことね。ブレスに関してはなんかあそこら辺からうさんくさいですね。なんか武器じゃないけどさ、心じゃないけど、なんか来てもあれかなと思いますよね。まあそんな感じでとりあえずね、あのツイッターからのね、拾いもんでしたけど、まあお楽しみにしましょうということで、私自身がほっとしましたということで、はい、ということで、そんな感じで終わり。